やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、R23 という新ブランド、まだ詳細もわかってないメーカーが送り出した、第1作。最初は見栄えの良い金属ハウジングの1ダイナミックドライバということで、注目はしてたんだけど、どうせお高いんでしょう？ということで、あんまり重視してなかったんだけど、この円安の現在でも発売価格が1万円を下回るお手頃モデルだった。しかも、人気のベリリウムメッキ振動板採用モデル、さらに、ベリリウムメッキドライバーの弱点を補う、特許構造のハウジングを持っているなどなど、聞けば聞くほど、安価で面白そうなイヤホンだ。もちろん、価格のインパクト以外にも、2種類のチューニングフィルターや、拡張性、うまく揃った付属品などなど、気になる要素がよく揃っている。詳しく見ていこうか。マーメイドなのにしかもチーフのブランドロゴからなんとなくミスマッチ感があったんだけど、蓋を開けると最初に、明らかに山登ってる画像がお目見え、名前以外はシンプルなブランドロゴとモノトーンで統一されていて、非常にセンスの良いパッケージな印象だな。付属ケーブルは、ビニールっぽさがあるものの、シンプルで使いやすい取り回し。しかも、4.4mm も選択できる。チューニングフィルターは2種類。フィルターケースとかは付属しない。そして、全金属製の質感の良いイヤホン本体に、2種類のイヤーピースが各3サイズ。シンプルながら、十分なパッケージ内容となっているぞ。イヤーピースはもちもちとした質感で、表面の抵抗感も結構あった。そのまま組み合わせて使えるぞ。本体の質感は非常に良好で、この質感と、パッケージ内容から、最初は100ドルくらいはするだろうなぁ、と勝手に予測してたんだけど、実際にはそれよりも大幅に安い。さらに、輸入系のブランドは、日本国内での販売を頑張っていて、本国とほとんど変わらない値段。場合によっては、円ドルレートの関係で、本国より安い価格で、日本アマゾンで販売してくれてたりする。このレビューを投稿したタイミングも、アマゾンでの取り扱い開始をきっかけにしたな。アマゾンでは、発売時、1万円以下、さらにクーポンが適用できる。お手頃でワクワクするイヤホンはいつでも歓迎だ。メーカーロゴの配置センスが際立つ本体は、しっかりと装着感にも配慮された形状。若干大きめだけど、耳にスポット綺麗に収まるので、疲労感はほぼない。また、フェイスプレート、本体ともに金属製だけど、おそらく軽量なアルミ系の合金で作られてて、美しいだけじゃなくて、軽量で、疲労感も少ないようになっているぞ。遮音性音漏れは平均的かやや低い。ベントが大きく取られているので、音漏れは前方に向かって多少起こるけど、音漏れはそれほど気にしなくて大丈夫だ。マーメイドの音質を決める核となる部品は、一般的な 10mm のダイナミックドライバーとなっている。10mm というサイズは中国市場では一番見かけるサイズ感で、高音低音の量感を両立できつつ、従来のものより臨場感を引き出せるサイズ設定だ。もちろん、一般的なだけではなく、マーメイドの振動板には、ベリリウムメッキ振動板を採用する。ベリリウムメッキは高音域の独特なよく伸びる金属音と、深く弾力のある低音域が魅力なんだけど、低価格モデルだと調整が難しくて、物によってはずっと高音域が刺さるままになっちゃう低価格モデルもある。が、マーメイドに限ってはそれはない。マーメイドは特殊なシェル形状によって、高音域側のピークが抑えられていて、音量を大きめで聞いても、刺激的すぎないのが良いところだ。一方で、標準ケーブルのおかげか、高音と低音が柔らかく感じるので、ちょっと良い銀メッキケーブルに変えたら、少し音の見通しが良くなった。標準ケーブルでも十分に効果を発揮するけど、できればケーブルを交換した状態が、気持ち良さとおとなしさのバランスの取れた状態だと思うな。ちょっと良い銀メッキケーブルと合わせてあげてみよう。加えて、マーメイドには交換可能なフィルターもある。今回は全体的に優しく感じたので、中高音のピークが強く出る、標準の黒色の方を使って主張してるぞ。逆に、ベリリウムメッキ系特有の明瞭さが苦手な人は、フィルターを交換すると、気持ち良い部分を抽出できる。ベリリウムメッキが今まで聞いて苦手だった人にもおすすめしたいサウンドだ。それじゃ、音質を見ていこうか。マーメイドの音質は、全体的に見ると、うまく抑制されたベリリウムメッキ1ダイナミックドライバーイヤホン、という印象が強い。標準ケーブルではより抑制的になるし、リケーブルすると、一般的には高音、低音のキャップが外れて、より迫力が出るので、ぜひケーブルは交換してみることをおすすめするぞ。高音域は、特に刺さる特定の音域が制限されている印象がある。ベリリウムメッキの突き刺さるような高音域が好きな人には物足りないかもしれない。が、全体で見れば、深い音をうまく抑え、よくまとまった印象だ。
それから、中音域、ボーカルはしっかりと聞こえる。他の元気だけでなんとか解決する系ベリリウムメッキでも、ボーカルは魅力的だったが、より前面に出てきやすくなった点は改良だ。低音域は弾むような重みのある音が楽しめるけれど、これも、他ブランドの他音域まで干渉するようなパワフルな音とはちょっと異なる。とはいえやっぱり低音域はパワフルで、空間全体に満ちるような印象だな。空間はしっかり広め、ただし、より抜けの良いサウンドを持つイヤホンよりはおとなしい印象、随所にちょうど良いバランスで収まってる部分があって、突き抜けた特徴はないんだけど、特徴の部分はベリリウムメッキらしい音の響き方と、若干超高音域が後ろに下がる、独自構造のハウジング由来と思われるバランスが担ってる印象だな。ちなみに、超高音域がちょっと後ろに、と言ったけど、このように高音域がちょっと後退してるサウンドで、はっきりと空間を感じられるイヤホンは少ない。だいたい、ウォームで近いか、ドライで遠いかだからな。そこら辺も面白いイヤホンと言えるだろう。空間はさっきも言った通り、かなり広め、サウンドバランスや響き方だけではなく、高音が後ろにちょっと下がってる空間表現もかなり独特だ。さて、そんなわけでかなり面白いなり方をする、1ダイナミックドライバベリリウムメッキイヤホン、マーメイドなんだけど、このイヤホンのライバルはどのあたりになるだろうか。個人的には、同価格帯の1ダイナミックドライバ、ナイス HCK ユースや、同価格帯のベリリウムメッキだけど、5ドライバのイハイブリッドイヤホン、DRNST を、そして、価格は少し落ち着くけど、アップデート元として、キーウィーヤーズカデンザなんかが思い浮かんでくる。最初にナイス HCK ユースと比較。ユースは標準状態では、本当に低音側があっさりしているんだけど、ケーブルを変更すると、気持ち良いドンシャリの定番ベリリウムメッキ低価格モデルになる。高音は全体的にユースの方が鋭いので、シャープな高音域が重視なら、ナイス HCK ユースがおすすめだな。この前の福袋で消えちゃったと思うけど。続いて、低価格でベリリウムメッキドライバーを楽しめる、カデンザと比較すると、カデンザの方が全体的に元気、高音、低音もよりシャープだし、一見、じゃあカデンザの方が良いの?と思うかもしれないけど、よく曲を聴き込んでると、カデンザの高音は結構刺さるパターンもある。カデンザは5000円クラスで、ベリリウムメッキドライバーのいいところを存分に味合わせてくれるモデルなんだけど、一方で、今一歩なところも正直に示してるイヤホンなんだよな。価格分、しっかりとそういった弱点を取り除いてるのがマーメイドという印象なんだよな。というわけで、しっかりとやりすぎないイヤホンとして、R23 の第一作は仕上がってる印象だな。派手にぶち抜けた音よりも、ベリリウムメッキっぽさを残しつつ、綺麗にまとめたイヤホンが欲しい人におすすめだ。カデンザと聞き比べて、自分がどっちが好きか悩むのもいいだろう。これくらいの価格帯で、このようなアプローチのベリリウムメッキダイナミックドライバーイヤホンが出てきたのがありがたい。君はどれが一番好きかな?今後も、ベリリウムメッキダイナミックドライバーのライバルが発展していくことを祈っているぞ。といったところで今回はここまで。